森寺城、または湯山城は、富山県氷見市森寺城山に存在する、戦国時代の日本の城。氷見市指定史跡。富山城各カードナンバー34。越中、能と国境である宝たち丘陵から発する青川の中流域砂岩に面した、標高160メートルの南北に伸びる尾根城に位置する。両線最高部の本丸、二の丸を中心として、 寺坂屋敷、斎田屋敷、野崎屋敷などと呼ばれる複数の車群や、腰車、土類、掘り切りなどが残されている。城の縄張りは、南北1,100メートル東西400メートルを測り、秘密市内最大級の規模を持つ。資料上では、湯山城の名で登場し、の戸守護、畠山市により16世紀前半に築かれたとされる。 16世紀後半の1576年には、越中に進出した越後の上杉謙信法の史上となり長沢光国が守備に入ったが、1578年の謙信の休止により、織田信長方に奪われ、笹成政の史上となった。その後、成政が橋場秀吉に降伏したことで1585年頃に廃城となったと考えられている。 1973年1月30日に氷見市の史跡となり森林公園として整備されていたが縄張りの範囲や移行全体像の把握が不完全だったことから1996年1997年と2001年に本丸、二の丸の絡め手口などで私屈調査が行われた。これらの調査では V 字型の空堀りや 土ドめド用の石組みを持つ土類などが発見された。2004年の私屈調査では、二の丸に上る坂にて、石垣のほか石敷きのある道と側溝が発見され、安土城ほどの規模ではないが、大手道と判断された。出土遺物は主に陶磁器や瓦家などで、城が資料に登場する前の15世紀代の鈴焼きも見られたが、16世紀末の神杉ぎ。 笹白による熾烈な攻防が行われた時期のものが多かった。これらのことから、大手の石垣や石不動は1581年、五に城を抑えた笹成政により作られたと推定された。また、石垣が意図的な破壊を受けていたことから、1585年の成政幸福後に前田敏江により破城されたと推定された。ありがとうございます。